創世紀四十四章銀の杯。ヨセフは家の管理者に命じた。あの者たちの布袋を運べる限りの食料でいっぱいにし、命名の銀をそれぞれの布袋の口に入れておきなさい。それから、私の杯、あの銀の杯を末の弟の布袋の口に、 穀物の代金と一緒に入れておきなさい。彼はヨセフの言葉通りにした。次の朝、明るくなった頃、一行はロバと共に送り出された。彼らが街を出て、まだ遠くへ行かないうちに、ヨセフは家の管理者に命じた。すぐにあの者たちの後を追いかけ、追いついたら彼らに言いなさい。どうしてあなた方は悪をもって善に報いるのだ あの銀の杯は、私の主人が飲むときや、まじないをするときお使いになるものではないか。あなた方がしたことは悪いことだ。彼が一向に追いついて、この言葉を告げると、彼らは言った。あなた様はどうしてそのようなことをおっしゃるのですか。しもべどもがそのようなことをするはずがありません。布袋の口に見つけた銀でさえ、私たちはカナンの地から持ち帰って、 お返ししたではありませんか。どうして私たちがご主人様のお屋敷から銀や金を盗んだりするでしょうか。しもべどもの誰からでも、酒きが見つかれば、そのものは死ななければならず、私たちはご主人のしもべになります。すると家の管理者は言った。それでは、またあなた方の言う通りにしよう。酒きが見つかれば、そのものは私のしもべとなるのだ。 しかし他の者は罪なき者としよう。彼らは急いでそれぞれ布袋を地面に下ろし自分の布袋を開けた。家の管理者が年上の者から調べ始め年下の者で終えたところ、杯はベニヤミンの布袋の中から見つかった。彼らは衣服を引き裂きそれぞれロバに荷を積んで町へと引き返した。ユダと兄弟が ヨセフの屋敷に着くと、ヨセフはまだそこにいた。一度は彼の前で地に伏した。ヨセフは彼らに言った。お前たちのこの仕業は何なのだ私のようなものはまじないをするということを知らないのかユダが答えた。ご主人様に何を申せましょう何を語れましょう身の潔白を何をもって明かせましょう神がしもべどもの罪を暴かれたのです。 私たちはご主人様のしもべとなります。私たちも、杯が見つかったものもです。ヨセフは言った。そのようなことは考えてもいない。杯が見つかったものだけが、私のしもべになるのだ。お前たちは、安心して父のもとへ登っていくがよい。ユダの嘆願 ユダはヨセフの前に進み出て行った。ご主人様、お願いです。どうかしもべの申し上げますことに耳を傾けてください。どうかお怒りになりませんように。あなたはお腹をのようなお方です。ご主人様はしもべどもに、父や兄弟がいるのかとお尋ねになりました。その時、私たちはご主人様に申し上げました。年老いた父と、 父が年をとってからうけた子、末の弟がおります。その兄は亡くなりましたが、同じ母の子で、残っているのはその子だけですから、父は可愛がっております。すると、あなたは下辺どもに言われました。その子を私のところに連れてきなさい。この目で確かめたい。私たちはご主人様に申し上げました。 あの子は父と離れることはできません。父と離れたら父は死んでしまいます。しかし、あなたはしもべどもに言われました。その末の弟が一緒に来るのでなければ、あなた方は再び私の顔を見ることはできない。私たちはあなたのしもべである父のところに登って行ったとき、ご主人様のお言葉を伝えました。すると父は申しました。 もう一度行って食料をわずかでも買ってきなさい。私たちは言いました。下っていくことはできません。末の弟が一緒であれば、下っていくことはできます。しかし、末の弟が一緒でない限り、あの方の顔を見ることはできないのです。すると、あなたのしもべである父は申しました。知っての通り、 妻は私に二人の男の子を産んだ。ところが一人は私のところから出て行ったきりだ。きっと噛み裂かれたのだと思う。未だに会っていないのだ。それなのにお前たちはこの子までも私から取り上げようとする。だがこの子が危険な目に遭いでもしたら、お前たちは白髪のこの私を苦しみのうちに読みへと下らせることになる。今、 私があなたのしもべである父のところに帰っても、この子が一緒でなければ、父の命は、この子の命にかかっていますから、この子がいないとわかれば、父は死んでしまうでしょう。あなたのしもべである白髪の父を、しもべどもは悲嘆のうちに、よみへとくだらせることになります。しもべは、父にこの子の安全を受け合って言いました。 もし、この子をあなたの元に連れ戻さないようなことがあれば、私は生涯、父に対してその罪を負います。それで、どうかしもべを、この子の代わりに、ご主人様のしもべとしてここに留め置き、この子は兄弟と一緒に登らせてください。この子が一緒でない限り、どうして私は父の元へ登っていけるでしょう。父に降りかかる災いを、見るに忍びません。